皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は私のいつもやっているシースルー前髪のやり方を紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回は今ねやっているこのシースルー前髪の作り方を紹介していきたいと思います。で、今ねすっごい前髪が薄いんですけど、この後前髪をセットする前に戻ると思うんですけど、まあねそこは気にしないでください。で、今回はいつも私がやっているやり方なので、皆さんのやり方とはちょっと違うかもしれないんですけど、ぜひね最後まで見ていただけると嬉しいです。でね、今すごい前髪が私短いんですけど、シースルー前髪って前髪が長い方が結構やっていると思うんですけど、今回はね私みたいに短い前髪の方でもできる薄い前髪の作り方を紹介していきたいと思います。なのでね、今回やるやり方は結構すぐ前髪を切っちゃうとかいう方とか、前髪が目にかかって嫌っていう方とかにもおすすめできるやり方なので、ぜひ見ていってください。それでは早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、それではやっていきます。まず用意するものはドライヤーとヘアアイロンと、こういうホテルにあるような感じの櫛と、こちらのケープ、紫色のケープを用意してやっていきます。で、今は前髪はこんな感じの状態なんですけど、最初に髪を濡らしてドライヤーで乾かしてブローした状態がこんな感じになっています。いつも前髪を濡らしてブローしてから前髪をセットするようにしています。で、今前髪はブローした状態なんですけど、長さはこれくらいで眉毛と同じくらいの長さになっています。なのでね、結構前髪は短いので、あんまりうまくシースルーにはできないんですけど、いつも私がやっているやり方でやっていきたいと思います。で、まず最初にこんな感じのピンを用意して、2本ねピンを用意して、まず前髪を薄くしていきます。まずは前髪を2つに分けて、真ん中で分けて自分の好きな前髪の量にやっていきます。はい、これくらいに取ったら、まずはこっちの前髪をねじねじしてくるくるってやって、この時にここにつけちゃってもいいんですけど、後ろにつけちゃってもどっちでもいいと思うんですけど、最近は私は横にここら辺につけてピンで留めているので、今回はこのやり方でやっていきたいと思います。で、この時に留めるピンは黒いね、普通の目立たないピンで留めていきます。はい、こんな感じでできたら、こっち側もねじねじしていきます。で、この時に今は2つに分けて前髪を薄くしているんですけど、1つにまとめちゃって片方だけでねじねじするやり方でもいいと思います。ではね、ここもねじねじしていきます。はい、こんな感じで前髪をまず薄くしました。そしたら次にこのねヘアアイロンを使って前髪を巻いていきます。で、この時に私はストレートアイロンを使っているんですけど、普通に丸いヘアアイロンとかでも巻けるのでいいと思います。で、温度は150度に設定をしています。で、こんな感じで私結構前髪が短いので、シースルーの前髪をする時って結構前髪がここぐらいにあったやつを巻いていくって感じなんですけど、私はねもともと短いのであんまり巻かないようにして巻いていきます。で、今こんな感じで結構ね薄めに前髪を取ったんですけど、最近はね結構本当に薄くして前髪を作ることにハマっているので、最近はこんな感じでやっています。ではね、巻いていきます。巻くときは3箇所にちょっとだけ分けてこまめに巻いていきます。で、この時に全体を巻く感じだったらバブリーな感じになっちゃうので、毛先だけを巻く感じでやっていきます。はい、こんな感じで巻けたら櫛で整えていきます。はい、こんな感じでできました。今ねすっごい薄くしすぎちゃったので、ちょっと前髪がはげてるみたいな感じになっちゃってるんですけど、普段はねもうちょっと厚くして前髪を作るようにしています。で、これくらい巻きました。そしたら崩れないようにケープで固めていきます。ケープはね前にも言ったんですけど、この紫色のケープが崩れなくていいので、これを使うといいと思います。で、この時に今は普通に髪の毛を下ろしているんですけど、ハーフツインでここの前が取った前髪と一緒に髪の毛を取っちゃってハーフツインみたいにしたり、こういうねカチューシャをして止めた部分の髪の毛を隠しちゃったりしてもいいと思います。なのでね、結構シースルー前髪をすることでこういうねカチューシャをつけたり、いろんなヘアアレンジができるのでいいと思います。はい、こんな感じで私の薄い前髪の作り方は以上です。はい、ということで今回は私が普段やっているシースルー前髪のやり方を紹介しました。
ちなみに今回はこんな感じで、ね、ちょっと失敗しちゃったんですけど、ぜひねこのやり方が参考になったら皆さんもやってみてください。でよくねシースルー前髪にした時にウェット感を出すっていう感じでワックスをつけたりとかする方いると思うんですけど、前までねちょっとやったことはあったんですけど、ちょっと不潔な感じに見られちゃうので最近はやっていないんですけど、こんな感じです。私はね前髪の長さは眉毛くらいなんですけど、シースルー前髪をするときは長い前髪で巻いてあげた方がすごい可愛いと思うので、その方がねいいと思います。でもね大眉とかでもシースルー前髪ができるので、ぜひ皆さんもやってみてください。で最近前髪がちょっと伸びてきて大眉にハマっていたんですけど、今伸びてきて切ろうか切らないか迷っているんですけど、最近はちょっと伸びてきたということでシースルー前髪をやっているんですけど、多分でもう少ししたら前髪は切っちゃうと思うんですけど、なんかねすごい伸びてきたらすぐ切っちゃうんですよ。なのでまたすぐ切っちゃうと思うんですけど、またね機会があったら違うシースルー前髪のやり方とかも紹介したいと思うので楽しみにしていてください。ということでこの動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。それでは皆さんバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。